はい、ヨガスミヨシ、バーチャルシンガーソングライターの元スミヨシなのです。あのインディージョーンズと運命のダイヤル見てきました。いやー面白かったよ、よかったと思う まあまあ言わずと知れたインディージョーンズシリーズですよ。ダメだ、音楽出てこない。今スーパーマンのさよりにもよってスーパーマンの音楽で出てきちゃったわ。ダメだわ。あ、作曲家同じね、ジョン・ウィリアムスなんだけどね。まあいいや。本作はインディ・ジョーンズの5作目になるのかな ?3 作あって、その後、5年ぐらい前かなに、1作ね、クリスタル・スカルがあって、それから、これ、ですよね。まあまあ、私そんなにちゃんと記憶してるほど覚えてないんですけど、まあ最初の3作は見てると思う。うん。クリスタルスカルは見てないと思う。そんな感じですね。まあアクション、プラス考古学的ななんかが、バックボーンみたいなのがあって、で、考古学アイテムを取り合うみたいな、ナチの残党と取り合うみたいなのが、まあ大体のストーリーだよね。で、その考古学アイテムみたいなのが、なんかスーパーパワーを持ってて、オカルト的な。で、まあ住んでのところで、ナチに利用されるのを、インディが防ぐみたいなのが、基本的なインディージョーンズシリーズの骨組みだと思うんだけど、どうでしょうまあわかんないですけど。でもまあ、基本そういう話だったよなって思いながら見てました。あと、蛇が怖い。蛇を怖がるシーンが、やっぱり、1回ぐらいね、あるっていう。そういう感じですね。一応これ読んどきますか。映画 .com に書いてあったやつ。あらすじ。あらすじっていうか、なんかどんな映画かっていう話ですけど。考古学者で冒険家のインディ・ジョーンズの前にヘレナという女性が現れる。インディが若き日に発見した伝説の秘宝、運命のダイヤルの話を持ちかける。へえ、そうなんだ。それは、いや、字幕で見てるとさ、運命のダイヤルなんか、って言葉ほとんど出てこなかったんじゃないかな。いやまあいいんですけど、まあそれは人類の歴史を変える力を持つ究極の秘宝であり、その運命のダイヤルをめぐってインディは因縁の宿敵である元ナチスの科学者フォラーを相手に全世界を股にかけた争奪戦を繰り広げることになるっていう話で、そうそうそう、あのちょっと、なんだ、現代じゃないんだよね。あの、時間軸がね。まあ、さすがにっていうとこか。うん。で、インディ・ジョーンズ自体がさ、もう制作された時に、ちょっと前の時代をイメージして作られていたんだと思うんだけどな。ちょっとわかんないけど、多分そうだと思う。ね、今回はなんか宇宙飛行士の帰還パレードとか言ってたから、アポロ計画とかがあった時代の、感じですよね。うん。まあそんな感じのインディ・ジョーンズです。映画のハッシュタグはインディ・ジョーンズの、あ、宿敵とかないよ。インディ・ジョーンズ、シャープインディ・ジョーンズ、映画館でインディ未末宣言だって。もうグーもいらないんだ。これ、あの、マッツ、なんだっけ。よいしょ。フォラー博士、マッツ・ミケルセンさんが、宿敵役のね、マッツ・ミケルセンさんが、あの、あれよ、何?宣伝大使みたいなことやってる、日本で。日本に来てなんか、宣伝してましたね。はい。
良かったところは、まあやっぱね、インディ・ジョーンズ流行るには昔、まあ大ヒットしたわけじゃないですか。まあそのキャラデザイン、やっぱり秀逸だよなって思って。こう帽子かぶってて、トレードマークの帽子かぶってて、そしてムチを持ってるわけですよ。あ、で、持ってるまたは腰にぶら下がってるわけだよね。これでさ、シルエットで、もうなんか、あ、インディ・ジョーンズだっていうのがわかるわけ。まあ、あのね、これ、あ、まあ、いや、後で話すかも、話すか話さないかわかんないけど、ちょっとネタバレになるかもしれない話だから、話すか話さないか、今はちょっと伏せときますね。ね。で、後で話そうと思って忘れてるってやつ。忘れてそうだったら、コメントしてください。ね。あとはね、アクションの決まり手が、右フックですね。大体、どのアクションもは言い過ぎないけど、ほとんどのアクションシーンが、格闘のアクションシーンに関しては、右フック一発で終わります。一発っていうか、なんかいろいろごちゃごちゃやって、右フックで終わるっていう感じですね、大体ね。これもシンプルでいいですね。なんかね、やっぱアクションも、この辺もなんか、ちょっと昔っぽくていいなって思った。まあ、ジョン・ウィックとか見てるとさ、決まり手がいっぱいあるわけですよ。よく考えるな、あんだけっていう感じあるじゃない？そうじゃなくて、いや、迫力のあるアクションっていうのはこうなんよ、みたいな。そう。銃撃されて驚く。銃撃されてこう、カンってこうなるシーンとかね。ベタな反応をするんだけど、まあなんか、それでいいんだよなっていうのを思った。まあよかったね。あとね、脚本がね、やっぱ面白くって、まあインディーたちがさ、まあインディーがと言ってもいいけど、が何度も、こう、目標を達成するわけよ。目標を達成するんだけど、その後、なんだかんだって負けるっていう脚本なんですよね。それが何度も続くっていう。これがね、いい具合の、こう、ストレスのかけ方なんですよ。目標を達成する気持ちよさありながらも次にストレスがかかって、こう物語が、こう積み重なっていくっていうね。どんどんピンチになっていってっていう、構造になってるのが、まあとても、とても良かったな。これネタバレかな？まあいいや。まあというわけでね、まあ、さっさとネタバレパートにしないと、ネタバレしそうなんで、ネタバレパートにします。ネタバレ踏みたくないっていう方はですね、ここで、一回停止して映画館行って戻ってきて、また見てください。その前にね、高評価とかチャンネル登録とかしといていただけると、さらに嬉しいです。では、オープニング。はい。改めまして、おはすみよし、バーチャルシンガーソングライターの元すみよしなのです。じゃあ、退職、ショッカッタッタ。退職、対ネタバレ防御、大丈夫ですか？いきますよ。まずね、ストーリー始め、もう回想シーンから入るの。過去回想シーン。戦時中なんですよ。戦時中、インディ・ジョーンズが、なんかまあ、同じさ、大学の仲間と、こう、ナチの占領地域に侵入してるんですよ。
すごくないですか？それで、まあなんかいろいろあるんですけど、まあそのバディがいるわけ。インディに。っていうのがまず提示されて、それと、まあ目的のアイテムだよね。ナチがさ、清掃ってわかる？あ、ロンギヌスの絵って言ったら通じるか。日本だったら。エヴァンゲリオンでおなじみの、イエス・キリストが、貼り付けになった時に、その、本当に死んでるかなと思って、こう、槍でピュッと刺して、血が出たら生きてる。出てなかったらもう死んでるみたいな、そんな話だよね。それで、その時にこう、試しにこう、試した槍が、ロンギヌスっていう人が、その試したんだけど、その時に使った槍が、生物とされてるんだよね。その一つですね。まあ、聖杯、聖僧、聖外婦、なんかいろいろありますけど。その血を受けた杯が聖杯だよね。確かに。コップがあるんだよね。まあいいや、そんな聖僧があるんだけど、手に入れたと思ったらこれ偽物だわみたいなことになってて、いやこれ話があれだ、ごめん、話がちょっとおかしくなるから、もっと要点かいつまんだ方がいいね。清掃の話は忘れてください。で、まあなんだかんだってヒトラーにこう献上する、アイテムとしてアンティキティラ島の機械っていうのがあるんですよ。知ってます？これは実在するものなんだけど、まあ、アルキメデスが作ったかどうかちょっとは、あ、本当はね、アルキメデス、劇中はアルキメデスが作ったことになってるんだけど、まあ、アルキメデスと関係があるような資料はあったりするんですけど、ちょっとよくわかんない。そういう、まあ、機械があって、まあ、世界最古のね、コンピューターと言われていて、まあ、オーパーツなんじゃないの？オーパーツっていうのはその時代の技術力でありえないような道具のことね。オーパーツって言うんだけど、オーパーツだって思われていたものです。まあ、最近は、なんかこれ天体の動きを観測するものだ、なのでは、ということになってます。目的とかが、こう、解き明かされているようですよ。で、これが運命のダイヤルと、なんかここでは言われてます。そう。インディ・ジョーンズと運命のダイヤルっていうこの放題どうよって思うんですけど。どうですか？インディ・ジョーンズ、ウェイダース、失われたアークみたいなさ。塔つけないでしょ？インディ・ジョーンズって。インディ・ジョーンズと運命のダイヤルって言ったらなんか、ハリー・ポッターみたいじゃん。まあいいや、そんなことはいいや。で、まあその、アンティキティラ島の、機械と、バディと、で、そのアンティキティラ島の機械をこう、見つけてきた、ドイツのナチの、フォラー博士っていう人がいて、これがもうこの過去階層の中で全部もう見えるよね。これ、うまい導入でしたね。しかも、こう、面白い。このアクションが面白かったのですよ。はい。なので、導入すごく良かったですね。で、そっから現代に行って、まあ、ヘレンがやってきてみたいなことなんだけど、このヘレンっていう人が、その当時のバディの娘なんだよね。で、インディはこのヘレンの名付け親らしいんですよ。なんだけど、まあ、なんだかんだってみたいな話。で、アルキメデスの異物アンティキティラ島の機械をめぐって、こう、インディ、ヘレン、ナチュの三つどもえの争いになると。まあ、ヘレンはなんか、いろいろ、
悪いこともやってる人で、で、まあ、盗品をね、売りさばいたりしてるんですよ。でね、なんだっけ。まあ、そんな感じ。で、あ、そう、アンティキティラ島の機械ってさ、実際に、こうなんか二つ見つかってるんだっけ、なんか、そんなような話でさ。で、劇中は、この機械を二つに分けて、二つに分かれてるみたいな感じで、この機械をガッチャンコすると、使えるようになるんだ、ということなんですよ。で、まあ、なんで、ガッチャンコすると何が起こるかっていうと、なんと、時の裂け目みたいなのが現れて、こう過去とかに行く、まあ要はデロリアンにできるわけよデロリアンすることができるということなんだよね。で、タイムマシーンよ、タイムマシーン。で、ナチの人はこれタイムマシーン使ってアドルフ・ヒトラーを殺してですね、ナチの敗北の原因、ドイツ第三帝国の敗北の原因は、アドルフ・ヒトラーがもう無能だったからな。アドルフ・ヒトラーを殺せば、何?ドイツは勝てるんだみたいな感じだったんだよね。ほいで、ね、まあインディーはインディーでなんかよくわかんないけど、こう一応こう考古学のさ、こうアイテムを守りたいみたいなこう気持ちがあるのかな。ヘレンはこれ売りさばいて金にしたい。それで三つどもえの争いをしてるんだけど、まあインディがこの機械を手に入れるたびにナチに奪われる。そして石板、次の遺物、まあもう片割れがね、どこにあるのかが分かる遺物、いや石板があるんだけど、石板を見つけたと思ったらこれも奪われる。そして最後の機械、石板を解読して、ナチに先んじて、機械の片割れを見つけ出したと思ったら、また奪われる。こういう感じになってるっていうね。はあ、まあ、ベタなんだけど、すごい面白い、こう、物語をドライブするものとしてはさ、すごいちゃんと面白い構造になってて、エンタメしてるなって思った。ほいで、白草包囲戦に、あ、そうそう、それでさ、その、アンティキティラ島の機械が、まあ、劇中はアンティキティラーとしか言アンティキティラーっつって言ってたけど。アンティキティラ島の機械を、こう、ナチが起動して、フォラー博士がさ、起動して、それで、テレポートするわけ。で、インディ・ジョーンズは、その、ナチに、こう、連れて行かれてるわけですよ。そして、その、まあなんだ、このヘレンもさ、まあなんかインディと一緒にこう、旅をしてる間に、インディと仲良くなって、なんかインディ助けに行くよ、つって、助けに行くんですよ。このなぜ心変わりしたのかもよくわからないんですけど。まあ、ともかく、助けに行きます。そして、何が起こったんだ?そして、でね、この、何?これがさ、行った先が、テレポート、タイムマシーンで、向かった先が、こうナチの、戦争中を目指していったと思ったら違うとこだったんですね。
で、それどこかっていうと、なんと白草の方位線、つまり白草ってアルキメデスがこう守ってたのね。何鏡を使ってさ、軍艦沈めたりとかなんかいろいろしてたんですよ。アルキメデスが透析器みたいなの作ったりとかさしてて、散々こうローマは困らせてたらしいんですけど、まあそれはいいんですけど、白草方位線の場にこう来て、まあ歴史の瞬間にインディ・ジョーンズ立ち会って、しまうわけだよね。それでまあなんだかんだあって、まあナチ軍は自滅しちゃうっていう感じだよね。まあなぜか抵抗度飛んだりして、ローマ軍のバリスターに貫かれたりしてさ。でまあなぜか自滅しちゃってですね。で、インディ・ジョーンズは、で、まあ、それはいいんですけど、インディ・ジョーンズは、その、憧れの人物であるアルキメデスに会うんですよ。会って、それで、ヘレンに、お前は帰れと。お前は帰れと。俺はここに残る。アルキメデス先生。もっと一緒にいたい、永遠にこの世界にいたいって言うんだけど、ただ怒られるんだけど、ヘレンがダメダメっつって連れて帰るの。ここもパンチするんだけど右フック一発でインディ・ジョーンズが伸びてそれで、ね、連れて行かれちゃうんだけど、まあそんなようなインディでしたね。はい、あ。まあなんか最近の異世界ものだとさ、異世界にずっと居座る人が多いですけど、ちゃんと帰るんだなって思った。ここも良かったね。やっぱね、異界の民はね、戻らないといけないんですよ、異界に。うん。または、去らなくてはならない、そういう存在なんですよ。はい。まあ私もあれですよ。仕事してると何年間かでまた別のところに行くっていう、あ、関係ないか。で、最終的に結末としては、まあ現代に戻ってくるんだ、現代に戻ってくるんだけど、これでさ、なんかその奥さんと離婚協定中みたいなことになってるのよ、インディ・ジョーンズ。まあ、物語の冒頭にそんなことが提示されててさ。なんだけど、なんか、戻ってきたら、奥さんがなんか、買い物か帰ってきたの、みたいなこと言って言ってて、それで、まあ、なんかわからんうちに、こう、よりを戻してるっていう。なんで？って思った。これ、クリスタルスカルを見てないとわかんないのかな？ちょっとわかんないんですけど、なんか最後、なんかキスしてた。なぜって思って、こうわからなかったですね。はい。キャラクターの魅力。キャラクターの魅力はね、やっぱデザインが良いよね。うん。あと、ここ、こう、綺麗事な人が、何の悪さもしない人って一人も出てこない。みんなね、みんな平気で車盗みますから、インディ・ジョーンズも。はい。なんかすごいですね。大丈夫かなってちょっと思ったりしました。うん。まあ、敵はね、容赦なく人殺したりする。ですけど、まあとはいえ主要キャラクターを殺さないみたいな、なんか、あ、ここで生き残ってるんであればこのキャラクターは生き残るんだな、最後まで生きてるんだなみたいなのがちょっと分かっちゃうような感じはあった。まあいいんですけどね。それでなんか、そう、まあそれでだってインディ・ジョーンズ死ぬとは思わないじゃないですか。
なんというか難しくはないや。なんだ、何が言いたいの。まあそんなようなことですね。はい、世界観はね、やっぱとんでもオカルト異物がやっぱ出てくるのがすごい楽しいですよね。まあ毎回出てきますけど、はい、まあ実際のね、こう異物にそんな力は多分ないと思うんですけど、どうなんでしょうか。でもまあ中世かな、あの十字軍とかの時代はさ、こう聖遺物をめぐってすごいあれだったし、チャックモレーのなんだっけ騎士団、テンプル騎士団か、テンプル騎士団はさ、あのテンプル騎士団聖杯を手に入れて言ったんだっけ、まあなんか聖遺物を手に入れててさ、で生物を手に入れてて、まあ、その力によってこう世界を、ヨーロッパを牛耳っていたみたいなとこあるよね。なのでまあなんかその、うん、その力によって牛耳っていたとこう言われているっていうことがあったりするんで、まあ実際にそうかどうか分かんない。大体この聖杯みたいなものを本当に持ってたことかどうかもわかんないんですけどね。まあ、この話するとまあなんか全然本論から外れちゃうからいいや。次行こう。雰囲気はインディ・ジョーンズっぽい。とっても。あ、インディ・ジョーンズだなっていう雰囲気をしててよかったです。インディ・ジョーンズっぽい雰囲気って何なんだろうね。まあ緊張感がずっとあって、ありながらも、なんか、客っぽいみたいな。どこ？その、なんか、バランス感良かったですよね。ルックスはもう、さすがに良かったですね。特に、私好きだったのは、最後の、なんか、敵が、こう、ナチスの人たちがさ、ずっと現代で、ナチスの残党として活動してたから普通の格好してたんだけど、最後に向こうのさ、ナチの元々のさ、第三帝国のナチがいる時代にタイムトラベルしようとするわけじゃないですか。まあタイムトラベルしようとするときにこう過去の戦闘機じゃないかな、航空機を爆撃機っぽかったよね。ドイツ空軍の爆撃機なんかわかんないんだけど。JU-87、スツーカではないですね。IQ-5が爆撃機でいいんだよね、多分ね。あれじゃないですね。スツーカ単発ですからね。双発のね、なんか、飛行機があって。それに乗ってましたけど。それもかっこよかったしな、うん。で、そう、制服をさ、ナチの制服に着替えるわけ。ヒューゴボスかなんかの制服に着替えるわけですよ。そう。お、なんか、こう、レトロな趣味だなって思った。レトロな趣味にこう、行くんだなって思ってね。ここもね、なんかルック良かったですよね。で、音楽ね、ジョン・ウィリアムスがやってるらしいですよ。なんか、クレジット見たらそうだった。あと、マジカルミステリーツアーが爆音でかかる。そういう時代なんだろうな。あとね、イパネマの娘とかかかってた。まあ、それはいいんですけど、もう90超えてると思うんですけど、すごいなんか頑張ってるなって思った。まだ現役なんだって。象徴、そうね、ローストムッチがこうインディ・ジョーンズの象徴として出てくる。いや、まあだからなんだってことなんですけど、あとは特によくわかんなかったですね。なんかあったかな。アクションは
カーチェイスがすごい多かった。まあ、どっかに行くと必ずカーチェイスしてるようなイメージ。馬使ったチェイスも良かったね。うん。で、最後の、その、白草包囲戦のシーンも良かったですね。そう、古代ローマ軍がなんかやってるとこ。よかったね。で、右フックで決め勝ちっていうのも良かったし、あとね、アクションで、すごい、ちょっと面白かったのは、大男がね、那智川にいるんですよ。で、このインディ・ジョーンズパーティーに、ヘレンナと、インディ・ジョーンズと、もう一人ね、子供の男の子が一緒についてくる、スリをやってるね。スリーの男の子がヘレンナの射程みたいなやつなんだけど、こういて、ここはね、大男が、捕まるので、まずナチに捕まえて連行されたりしてて、それで、なんか、大男と、逃げようとして捕まって、大男、逃げられないように大男とかね、この、手錠で、こう、一緒になるのよ。それでね、この、そのまま、こう、川にこの二人が落っこっちゃって、ドパーンつってですね、それで川の中がこう、うわーって言ってる時に、こう、そう、子供だから、子供だけ通れる穴みたいなの、穴みたいなのがあって、そこを通って、で、スリの技で取った鍵を使って鍵を開けて、で、その、別のとこにこう、鍵かけて、大男を、この、動けなくさせて、自分だけ脱出して、大男は多分溺死してるんだろうなっていうような、倒し方をしててですね、これはなかなか、良かったですね。工夫もあったし、この子供が大男を倒すっていう、この、対比も良かったし、そこに至るまでのこう流れも良かったですね。いやー、そんな感じ。キャスト、アリソン・フォードも80歳なんですって。すごいね。はい。あとね、その他はタイトルにとがつくのインディマナー違反ではっていうのは、最初に話したよね。おまけ。おまけね、インディ・ジョーンズのなんかフライヤーみたいなのもらったんだけど、まあ、結局ね、何かってと、ディズニープラスに入れっていう反則のチラシです。はい、反則のチラシももらいました。というわけで、点数ちょっと数え、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9点。ちょっと、あれが変わっちゃいましたね。採点基準が、先週から変わっちゃいましたけど、まあ、9点です。結構大きいですね。はい。まあ、でも、十分面白かったと思います。次回はね、ちょっと何見るかわかんないんですけど、何見ましょうかね。パールかな。君たちはどう生きるかまだだよね、多分ね。まあ、パールかな。パールもまだかもしんない。ちょっとわかんないですけど。まあなんかあるものは見ると思います。はい。というわけで、インディ・ジョーンズ、面白かったんで、皆さんも見たらいいんじゃないかな。いや、ここまで見てる人はもうみんな見てると思うんだけど。こんな感じです。いやー、映画って本当にいいものですね。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。これ、エンディング。